みんなお久しぶりです。ネコラニャルです。大家好、直播間回心忙累、突然の動画でびっくりさせてごめんなさい。みんなにお知らせがあって動画にしました。私ネコラニャルは8月8日活動を再開することになりました。夢に向かって頑張るために活動を休止して10ヶ月間さらなるパワーアップを目指して全力で頑張って努力したけど夢を叶えることができませんでした。夢を叶えたらまたみんなに会いに来る予定でしたが、こんな風な形で再会することになってしまって本当にごめんなさい。